はい、こんにちは。今日はですね、運送方法についてご説明をいたします。当社はですね、ヤマトのボックスチャーター便というのを使っています。カゴ台車にですね、券売機を乗せて、お客様のですね、お手元までこの状態で届きます。届いたらですね、券売機を何人かで降ろしていただきます。はい、これでですね、全国どこでもレンタルができるようになっています。はい、次にですね、小型の券売機の場合です。小型の券売機はですね、こういった状態で発送いたします。これはですね、佐川急便の方で送ります。券売機がですね、この中に入るようになってますので、開封をしていただいて券売機を取り出してください。返却の時にこの箱を使えますので、バラしていただければですね、きれいに畳めますので保管しておいてください。なかなかですね、券売機にあった箱っていうのはないので、届いたらこれを保管しておいてください。